生配信した後にやってますので、もう若干喋ってる内容はもうビールが入ってますけど、ビールが入ってますね、ろれつが回ってない感もあるんですけど、なんかそのいわゆる俺から見たギター系 YouTuber みたいな人たちにぜひ分かってほしいのは、すごく有名なそのミュージックステーションのテーマ、ちゃんと弾いてる人がすごく少ないんで、俺らみたいなビーズ専門の人からしたら常識みたいな弾き方があるんですけど、こう弾く人が多いんですよ、はあ、って弾く人が多いんですけど、これ本当は上げてから、はあ、ああはい、これをちゃんとやってくれてる人が全然いないんですよ。そのライトビーズ、あ、ビーズこんなんでしょ、この曲有名だよねって言って、はいはいはい、パッて YouTube バーみたいな人が弾いた時にこれをやる人が全然いないんですよ。上げて落とすって結構やりますよね。めっちゃ多いですよ、松本さん、うん、さっきちょっとコメントで出てた、もう一度キスしたかったとかのギターソロとかでも、はあ、上げて落とすどころか上げて落とさないっていう、へえ、なんかこのどこやろ、まあ落とすんですけど、はあ、最初から上げてて、はあ、なんか全然アームとかでもいいんじゃないのみたいな、はあ、あーでもタック風じゃないですかそれ、やっぱそう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 、おーでここでおお上げてから引いて下げもしないっていう、上げっぱなしみたいな。でもその代わりその前の音で上がりかけてる音が入ってたりとかするんで、へみたいな、はいはい、ちょっと上がりかけてる音が入ってるからここがチョーキングの後なんだろうなって分かるみたいな、はちゃんと CD 聞いたら分かるようになってるんです。あとやっぱニュアンスもやっぱちゃいますよね、そのなんか上げた特有のなんか揺れ具合っていうか、うん、そう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 、ギターってその下にビブラートかけれないので、うん、上げてたら下にかけれるじゃないですか。そう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 だね、なんでそこをガチッとやってくれれば急激にぽくなるんですけど、まあまあ別に それが別に専門でも何でもない人が軽く弾いた時にそんなマニアックなことやる必要があるのかっていう話なんですけど、別にソファレドをやろうって言われたらおしまいなんですけど、お前上げてねえだろもう重箱の隅みたいな話なんですけど、双方としてもなんか上げるのってありですよね。上げちょっと弾いてもいいですか。そうそうそう、こういうことですよね。そうそうそう、あで上げる前のやつを一回弾いてもらって、はい、これ弾いてでちょっとピックストップして上げてみたいな、タッタッタララとかってやるとこれってことですか。そうそうそう、上がった時の位置を、位置っていうかニュアンスをすげえしっかり覚えてるんでしょうね。うん、この感じありますよね。これ何のギブソン？ギブソンの普通に単なるレギュラーです。へえ。なんか当時割と木が良かったりとかもしたものもあったりとか、あとやっぱりなんか色褪せてきてめっちゃ目立って、こうやってめっちゃバチバチなんか渋いっすね。なってきてるんですよ。はあ。そうそうそう。こんな。そんな20万とかで買えるギターでこんなのなかなか確かに今やないんで、なんかほんと角度によってこうちょっと光が、おーおーおー、これ感じですね、超高そうな感じに見える。確かに全然こんなん平行ユニットで当時16万とかで売ってたの。え、マジですか、はい、これじゃあちょっと流してみましょう、うん、これミュージックマン、そうそう、ミュージックマン、これはハンワウのこの、おーいいっすね、ビーズっぽい音、コードプレイが全くできない。
ハンワムのペダルってことですか。あの、のがあのマルチで入ってるみたいな。ほう、ここに一応ずっと僕もあるんですけど、まあ、似たような音してる。それにレガスラ、あ、これレガスラ、レガスラ、レガートスライダー、レガースラってでも、俺で多分俺が勝手に言ってるだけなんですけど、結構発祥の広まってるから。それをブッキングするのがすごい。テンタ全部引く。それがもなんかピッキング抜いてるやつは松本さんもよくやるんで、こうってことですよね。はいはいはい、もう全部笑けてくる。 はしゃいでる子供みたいな見えてくる。もう何でもかんでも引いちゃう。意外とでも、あのレガート難しいですもんね。すごい、そう。これもなんか俺、そう。三本指であんまやらないですもんね。そうですね。ねえ、これなんか、どっちかと言ったらこう、あ、そう。こういってるイメージがある。ちょっと俺もそこまで見ない。指使わずに、こうなんかこう。はい。この2番のこのめっちゃ速いレガートはもう本当に初期の君の中で踊りたいとか、もう 2枚目とかぐらいのシングルとかだとこんな感じの速弾きしてる。ああ、そうなんですか。もうまだガンガン入れたろみたいな。俺ギターうまいねみたいな。はあ、感じの。これもいや弾きやすい。これも吹きやすいの。やっぱ状態でだいぶ変わりますよね、ギターってね。半音切って、あ、でも半音切ってたらやっぱロックだね。ロックとかに見えますよ。あ、でもこれ言えるとするじゃないですか。あ、この本当にこっちに入ってる音ってことですね。どんな感じだろこれ。めっちゃ出やすい。そう、あのまたロックマンとかね。あとこれ半音にしたらそれもうめちゃめちゃ出るんで。おお。おお。これでございます。あります。タック松本。まあこれが松本モデルだと思ってる人も結構多いですよね。確かに。そう、昔の。俺でも黄色のレスポールかな。あ、そう、俺らはそうなんですよ。そうめっちゃあれのイメージがありますね。素敵なティラーニさんのご自宅のギターでございます。そうですね。この作ってるんですか。このなんつうんですか、あの頑張ってる割には労力使われへんフレーズみたいな。ありがとうございます。